あなたは日本最大の未解決事件の真相を知っていますか？今から25年前の7月30日、東京都八王子市の大和田町では盆踊りが開催され、夏の風物詩を楽しむ人々で賑わっていました。その中であるカップルが会場の近くのスーパーマーケット付近を歩いていると、突然花火のような音がしたんです。誰かが花火で遊んでいるんだろうと特に気にせずその場を立ち去ったんです。しかしその翌日、ニュースを見たカップルは驚愕の真実を知ることになるんです。閉店後のスーパー南平の2階事務所でアルバイトの女子高生2名とパートの女性がなんと遺体となって発見されたんです。3名の頭は拳銃によって撃ち抜かれ、床にはおびただしい量の血が流れていました。そう、カップルが聞いた花火のような音とは拳銃が発砲され尊い命の灯火が消された音だったんです。この時の警察はまだ25年経っても犯人を検挙できない事態になるとは想像もしていなかったんです。一見シンプルな殺人事件、しかしそのあまりの難解さから後にこんな異名がつくことになるんです。平成の三大未解決事件と。3人の女性が殺害された八王子スーパー南平事件。なぜ彼女たちは命を奪われなければならなかったのか。迷宮入りしていたこの平成の三大未解決事件に今年7月新展開があったんです。おそす、おいとめに一刻もいつでも いつ何時も会いたいケンちゃんです。やみやみこです。本日ね、皆さんにご紹介するのはですね、なんとね、平成の三大未解決事件と言われているスーパー南平事件なんです。日本国内で起きた拳銃を武器にした事件の中では最も残酷な事件のうちの一つと言われているんです。この事件ですね、捜査はね難航を極め、なんと25年が経った今なお未解決のままなんですが、なんと今年7月に新展開があったんです。めちゃくちゃ最近ね。まずはね、この事件どういった事件だったのか、その内容から見ていきたいと思います。犯人の手口と人物像。その始まりは唐突だったんです。閉店後のスーパー南平の事務所内、アルバイトの女子高生2人とパートの40代女性1人が制服から着替えを終えて帰ろうとしている時、突然1人の男が事務所に押し入ってきたんです。手には粘着テープと拳銃が。まず犯人は女子高生2人の口をテープで塞ぎました。そしてお互いの手をテープでつなぎ、身動きを取ることも声を発することもできない状態にしたんです。そして無抵抗な2人の後頭部に至近距離から一発ずつ銃弾を撃ち込んだんです。続いて犯人が狙ったのはパートの女性。刃物で腹部を数箇所刺し、至近距離で頭部に2発の銃弾を撃ち込み殺害。犯人が事務所内に入り3人を殺害して現場を後にするまでに要した時間はなんとわずか3分。3分。そのもう、うん、居酒屋でトイレ行って帰ってきたらみんな死んでるぐらいの速さじゃないですか。そうなんですよ。警察はですね、まずね、凶器が拳銃だってことに注目してですね、犯人像を絞っていったんです。今回の事件のポイントなんですが、凶器が銃であるということ。銃社会のアメリカとは異なり、日本で銃を手に入れることは簡単ではないんです。入手ルートを持っているのは特殊な組織に限定されます。それは暴力団やテロリスト。そこで警察はこれらの組織に的を絞って捜査を開始。しかし有力な情報をつかむことはできず、犯人の特定には至らなかったんです。ですが犯人像の絞り込みにはある程度成功します。使用された銃はフィリピン製のスカイアーズビンガム38口径というものだったんですが、実はこれ品質が悪く素人が扱うのは非常に難しいものなんです。にもかかわらず犯人はわずか3分で3人を殺害。しかも2人の女子高生はそれぞれ一発で仕留めているんです。このことから犯人は拳銃の扱いに慣れている相当な使い手であると考えられました。まあ、この事件ですね、犯罪心理学者によると、なんと人間の頭を躊躇なく拳銃でバンってこうね撃てる人っていうのは、なんと日本人の中ではね非常に少ないと考えられているんです。なので犯罪心理学者によると、この犯人プロの殺し屋であると言われているんです。なんそんなやつがただのスーパーに来るわけ、うん、意味わかんない。まあということなんでね、今回のこの殺人事件のね、まあ、非常に重要なね点になるのはですね、なんと犯人のね動機のとこなんですよね。まあその点ね、一体どんな目的があったというんでしょうか。犯行動機。犯人がプロの殺し屋だとすると、その動機として最も可能性が高いのは金銭だと考えられます。そこで考えられたのは強盗目的という説。そしてこれを裏付けるように犯行現場となったスーパー南平にはある特徴があったんです。それは警備が手薄なこと。このお店はお金を事務所の金庫に保管しているんですが、事務所は入り口の鍵が開いていることが多かったんです。そのため過去に空き巣に入られたことが何度もあったんです。いや反省せい。そして事件があった日は実はお店のセール最終日、大繁盛しており多額のお金が金庫に保管されていたんです。その額なんと500万円。そこで犯人はこのお金を狙って事件を起こしたという犯人像を出発点に推理を進めると、この説が最も妥当と考えられたんです。もう
500万円ってこれ目的に違いないじゃないこれ。いやいや、まあ、だったらね平成の三大未解決事件なんないですよ。なんとですねこの事件ね不可解な点があるんですよ。そんな甘くない。金庫を開けた捜査官は驚くことになったんです。そこには無傷の500万円があったから。盗もうとしたものの金庫を開けることに失敗したということなんでしょうか。だとしたらなぜ犯人はたった3分という短い時間で現場から立ち去ったのでしょうか。お金が目的ならもっと粘って金庫を開けようとしてもいいはずですよね。そして実は殺されたパートの女性は金庫の開け方を知っていたんです。すぐに殺さずに脅迫すれば金庫の開け方を教えてくれた可能性もあったんです。このことから強盗説はちょっと納得しがたいんですよね。いやでもさ、うん、パートの人はお腹を刺されてたんでしょ、うん、包丁で、うん、それが脅迫だったんじゃない。ねえ、えぐいな。まあまあだとしてもね、うん、この事件で犯行時間が短すぎて、うん、不可解ですよね。なんか本当に情報聞きたかったらもうちょっと時間かかると思うんですよね、うん、3分ってうん、そこで警察は強盗目的という説を捨てるんです。一体動機は何なのか。捜査は振り出しに戻ることになりました。ここで警察は発想の転換を行います。初動捜査では凶器から犯人像を絞り現場の状況から動機に迫ろうとしました。犯罪の捜査では犯人にスポットライトを当てるのは王道です。ですが今回動機を探る上で重要としたのは実は犯人ではなく被害者。金庫のお金を狙ったのではないなら被害者の3人を殺害した明確な理由があるはずなんです。それはつまり被害者は殺害される理由を持った人物だったということですよね。どこだ？犯人が探すのが重要に決まってんじゃない。まあ、犯人も大事なんですけど、うん、普通に考えてね、うん、人を殺すって相当なことで、うん、やっぱね何の理由もなく殺さないんですよ、うん、ってことを逆算すると、うん、被害者自身を調べることによって逆にこう犯人像が浮かび上がってくるんですよ、ね、被害者の正体。被害者に注目し始めた警察はある重要な手がかりを発見するんです。それは殺害方法の違い。女子高生2人は頭部に一発ずつ銃弾を撃ち込まれ即死。2人とも同じ方法で殺害されています。ところがパートの女性は全く別の方法だったんです。彼女は腹部に刺し傷があり頭部には2発の銃弾がありました。額にはパウダータトゥーという近距離で撃つと残る焦げ跡もありました。まるで特別な苦しみを与えるような残忍な方法で殺害されているんです。この違いは一体何を意味しているんでしょうか。そう、犯人はこのパートの女性に対して特別な恨みを持っていた可能性が高いんです。つまり被害者は3人なんですが2人の女子高生は巻き込まれてしまっただけで犯人が殺害動機を持っていた相手はこのパートの女性のみだったということなんです。では一体彼女はどんな人物だったんでしょうか。刃物で刺されて銃で撃たれてるでしょ。どんだけこの人恨まれてたのよ誰かから、うん、まあなんかねこの人を調べると、うん、まあまあスーパーナンペで働きながら、うん、なんと介護福祉士のね、うん、資格を取るために勉強していた一見こうね真面目な方だと言われてるんですけど、うんね、実はですね調べるとですね結構意外なね過去があったんですよ。パート女性の正体。このパート女性、本名は稲垣のりこさん。年齢は当時47歳。事件があった7月に働き始めたばかりでした。のりこさんがここに勤める前にやっていた仕事、それはスナックの経営だったんです。彼女の水商売のキャリアは30歳前後の頃をスタートします。まずは八王子市内の高級クラブ、琥珀でホステスとして勤務。そして数年後独立したんです。そしてスナック若尾をオープンさせます。このお店は直ちに軌道に乗り、八王子界隈の水商売の世界では一躍有名になったんです。まあ、30歳で、うん、その道に行ったわけ、うん、私も YouTube 引退したら いけそうじゃない。もう俺も引退します。もまあまあでも水商売の世界にいたってだけで、うん、別にヤバい人には思えないけどねこの人。まあね実はねその働き方にね、うん、問題があったんですよ。のりこさんは気性がかなり荒く、ホステス時代には客がトイレに行ってる間に勝手に高級なものを注文してそのまま支払わせようとしたことがあるんです。経営していたスナックでは何度も会計をぼったくろうとして、それが原因で店にパトカーや救急車が来ることもたびたびありました。このようなやり方は次第に客の不信感を生み、徐々に経営が傾き、とうとうお店は閉店。10年間の水商売人生の幕が降りることになったんです。そんな行き先があってから今回の事件の舞台であるスーパーナンペイで働くことになったんです。のりこさんを知る水商売関係者は皆口を揃えて、あの人がスーパーで働くなんて信じられないと過去とのギャップに驚いたと言います。しかもですねなんとね水商売から離れても彼女のね人間関係は結構ヤバかったんですよ。のりこさんには常に4人から5人のパトロンの男性がいました。特にある会社の社長には毎月100万円を自分の口座に振り込ませていたんです。最終的に貢がせた金額はなんと2億円以上。めっちゃ羨ましい。私もパトロン欲しい。養って、養って。俺は好きな人、いや好きな人だったら養いたい、はい、私のこと好きじゃない。人間として愛してるけど
好きとかじゃない。だからよろしくこれからも。さらに金銭以外にも元公務員の男性を送り迎えに使ったり、スーパーの店長に男女の関係を迫ったりすることもあったんです。その振る舞いさはまさに傍若無人。こんなことをやっていては誰かの恨みを買ってしまうのは明らかなんです。のりこさんの素性が明らかになったことで、事件の動機が怨恨であるという説が強固になったんです。ですがね、ここからの捜査は大苦戦でね、もう結局ね、捜査はね全然進まなかったですよ。25年前の事件ってもう解決できんの？そんな前の事件って証拠とかもうないんじゃない？ところがですね、今年7月ね、この事件に急展開が起こったんです。そしてそれはね、驚くべききっかけによるものだったんです。新たな手がかり。今年7月、警察はとうとう新たな手がかりを発見しました。そのきっかけは11年前のとある事件。警察は当時事件を起こした暴力団員から拳銃を押収していたんですが、なんとその拳銃とスーパー南平事件で使われた拳銃がかなりの高確率で同じものであることが発覚したんです。しかもこの押収した拳銃なんですが、アメリカのコルト38口径に見せかけるためにね、表面をね偽装してあったんです。ということはですね、もう勘のいい皆さんったらわかりますよね。つまりこの拳銃が事件に関与していた、だからこそ表面を別の銃に見せかけた、そういう意図が感じられますよね。この拳銃もともと使ってたやつがもう犯人じゃないの？実は拳銃から発射された銃弾には線条痕と呼ばれる痕跡がつくんですが、この線条痕のつき方は銃によって微妙に異なるんです。これがほぼ一致したことから、銃が同じものであることが発覚したんです。そこで拳銃を所持していた暴力団組員の男を事情聴取。事件への関与を否定した上で、拳銃を誰にもらったかは絶対に言えないと供述されてしまうんです。ですが解決に結びつく非常に大きな手がかりを得たことは事実で、現在警察はこの拳銃が出回っていたルートを鋭意捜索中なんです。この新たな手がかりが見つかったのが7月末と最近すぎるため、まだこれ以上の進展はないんです。2020年7月30日、被害者の女子高生の母校で追悼式が行われました。一人の友人が語ります。なんであの子が死ななければならなかったのか、大人になったあの子の顔が思い浮かばなくて、私だけ年を取っているんだと思うと遠くに行ってしまったんだと思って寂しい気持ちになる。逃走中の犯人は絶対に許してはいけません。かけがえのない人を奪われた遺族、友人たちの思い、捜査関係者の熱意が必ずや事件解決に結びつくでしょう。